どうも、キスケです。ということで、本日も、最後の画像になるのかな？明日がゆるレジやから、新キャラクターのヒント、公式ツイッターで画像添付されたんで、ちょっと見ていこうかなと思います。はい。ちょっと見切れてるけど、この番号のキャラクターは、明日放送予定のゆるレジで答え合わせです。ぜひご視聴くださいっていうことで、僕の予想だと、悟空4の画像が来るんかなと思ったら違いましたね。ちび悟空の龍拳でしたね。っていうことでちょっと見ていきますか。これやね、 01S って書いてるんで、スパーキングです。新キャラクターのウルトラレアじゃなくてよかったね。マジで。ウルトラ悟空っていうか、ウルトラレアリティやとこの S のところが U になってるんでね。うん。この S はスパーキングの S なんで、新キャラクター確定となります。はい。まあ、なんて言うかな。これね。うん。34。まあ、前回紹介したのが33のヒット。ん？前回紹介したっていうか、まあ、一番今新しいキャラクターの番号が33の、ヒットだったんで、34の新キャラクターレアリティはなんだ。はい、スパーキングでした。よかった。よかったよかった。いや、ヒヤヒヤしたね。うん、ウルトラレアリティもういきなりぶっこんでくるんちゃうかなっていう。もう誰一人完成してないウルトラ悟空の前に新しいウルトラレアリティのキャラクターをガシャにぶっこんでくるのかなっていう。それやりかねない運営なんで。ちょっと怖かったけど、まあスパーキングレアリティでしたね。はい。で、ここが悟空4やったら、いろいろ選択肢があったと思うんですよね。新キャラクターの。ただ、ちび龍拳悟空でしょ、これ。ってことは、GT って、まあ見てる人多分多いと思うんやけど、スーパーサイジン4になった状態でも龍拳使ってるんですよね。E 進路に対して。で、画像1枚目覚えてます？スーパー E 進路でしたよね。だから、まあ、それ関連ちょっと考えると、スーパーサイジン4の龍拳悟空なのかなっていう気はしますね。うん。もらった！龍拳！っていうシーンですね。はい、100点満点の悟空が飛び出たところで、ちょっとねリプラン今見てるんですけども、まあゴジータ4ではないですね。だから3周年もしかしたらゴジータ4のウルトラレアリティが来るかもしれないよね。うん。だからウルトラ悟空いつそのなんていうの、いつガシャに実装されるかっていうのはちょっと分からんけど、まあ次のリミテッドキャラクターは GT キャラクターの、まあスーパーサイジン4の龍拳悟空がほぼ確定、うん、ほぼ確定だと思います。はい。で、まあそれと同時期ぐらいに全部赤色っすよね、今思ったら。もう全部赤色やな。スーパー E 進路も赤。ベジータ4も赤。龍拳悟空も赤。ってことは次も赤ってこと？安直すぎる？なんか個人的にはね、その、今回投稿された画像の中から全開覚醒するんかなって思ったんやけど、同じ色被せて全開覚醒することなんてあるかな？まあ、レジェンズの運営はあるんやけど、普通ないよね、多分。ってことは、新しく追加される、リミテッドの、龍拳悟空4は赤色なんじゃないかなって、個人的に思います。はい。ただ、全開覚醒も来ると思うんやけどな、俺。だから、まあ、その龍拳悟空と噛み合わせて、E 進論、黄色の E 進論を全開覚醒するみたいな。うん、そういう形な気もするけどな。どうなんだけどな。どうなんやろな。龍拳爆発っつって。
使ってましたけども、カメハメハ受け止めた、そのね、中くり抜いて龍拳使ってましたけども、どう思います？皆さんはどう思いますか？だから僕の予想は、まあ、次の新キャラクターは、悟空4の龍拳リミテッドでね、で、多分近しい時期に、GT の全開覚醒が来て、その全開覚醒する予想が、黄色の EC の普通ので、なんなら次追加される、悟空4の龍拳は赤色だと思うんやけどねどうなんかな。けどさ、そう考えるとさ、悟空4出しすぎじゃね？ベジータ4は、まあその使えるシーンっていうのがさ、ベジータ4に関してはまあ少ないんやけど、それにしてもさ、ちょっともうちょいあるやろもうちょいあると思わん？俺はそう思うんやけどね。まあだからそのまだ1体しか、まあある程度は分かってないやんか。次のキャラクターは、まあ、悟空4の龍拳でほぼ確定だと。じゃあ一体だけ追加なのかって聞かれると絶対そういうことはないから、まあ同じタイミングで実装されるキャラクターが、ベジータ4になるかもしれないよね。うん。で、今の GT パーティーに足りない色ってまあほとんどなんやけどまあ全色なんやけど、あ、緑以外か。緑はスーパー17号が全開覚醒したんで、まあ緑は、新キャラクターないとは思うんやけど、他の色やったらまあ何でもいいんですよね、 GT パーティーで使うとすれば。まあせやから、ベジータ4もしくはウーブとかその辺出してくるのかなっていう感じはしましたね。いやー、まあね、結局のところこの画像を見たところでなんやかんやわからんって言ってたけど、結局最後の1枚見ればなんとなくは把握できましたね。うん。なるほどね。いや、ベジータ4来んのかな。来てほしいね。ベジータ41枚しかないからね。ただまあ次の目玉キャラクターは悟空4龍拳だと思います。はい。皆さんはどう思いますか？まあ、そのリミテッド以外のキャラクター、他のキャラクター何実装されるんやろなっていう、まあ予想とかもちょっとコメント欄に書いてってもらえたらなって思います。はい、ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。生放送の方、ミルダムの方でやってるので、概要欄のリンクからフォローお願いします。お疲れ様でした。バイバイ。